さあということで今日もやってゴーポケバクビピカチュの大冒険。はい、どうも皆さんこんばんは、ビバランドのポコです。ということで本日もポケバクやっていきましょうと思います。前回のパートとか見てる方は概要欄にあったので見ててください。ということで前回、ビーチゾーンからこのエンペルトさんのいるアイスゾーンに行けるよってラプラスさんが行けるよって言ってくれたんで、今回ラプラスさんに乗って早速アイスゾーン行ってこようかなと思います。行っちゃうよ。ラプラスさんに乗っていいんですか？僕はね、子供の頃から夢がラプラスさんの背中に乗るだったからね。本当に君を連れていくことはできるけど、エンペルトに会えるかわかんない。エンペルトさんになんか不思議マナさんからの伝言があるみたいな感じだったんだよね。エンペルトは心を閉ざして自分だけの場所に閉じこもってしまったの。そういうやっぱポケモン界にもそういうのあるんや。でもね、心配なのはエンペルトだけじゃないわ。少し前からポケパークのみんなの心が離れ離れになってる気がするの。なんかそれは言ってましたよね、ミュウがね。ミュウがピューピューっつって離れ離れピューって言ってたね。もしかして君も思い当たることがある。それを救いに来たのが我ピカチュウなりピカー。よし、行きましょう。なんか今日イカれた実況になってんな。いいわよ、背中に踊りなさい。ありがとうございます。行かれた実況ですけれども、本日もよろしくお願いします。わあ、いいわあ、かわいいピカー。すげえ、いきなりこんな幻想的なスタートしちゃっていいんですか？ビーチを渡り、あー、おいピカチュウ疲れちゃってるやんピカチュウ読み込み中で疲れないで。おー、結構好き。オクタンいる。あ、ポッタイシとかいるわ。絶対あの真ん中のとこだろ、エンペルトいんの。絶対そうだろ。わあ、すげえ。さあ、アイスゾーンに着いたわ。エンペルトにあるといいわね。なーし、ありがとうございます。エンペルトは真ん中の坂を一番上まで登ったところにある門の向こうにいるわ。あ、すいません、外れてました。門の向こうでしたはい、よろしく伝えます。そうそう、ビーチゾーンに戻りたくなったら声をかけて、ね、ありがとうございます。いやー、もっと仲良しな、いいんですか？仲良しになりたいですね。仲良しのお近づきの印に10万ボルトー。わー、すげえ。わー、玉ざらしにクラブじゃないこれ。寒いな、ビーチゾーンに戻ろうかな。ギャルドスもおとなしくなったって言うし。ん、追いかけっこするか。あ、しようぜ。前回あのパートの最後にポニータさんにね、あの足の速さ、足速っ、相手足の速さ鍛えてもらったからね。早速クラブさんやっていいですか？お前は邪魔だ。よーし、行け。私ずっと前回のパートポニータのことギャロップって呼んでました。そういうミスもあります。オッケー、う、負けてしまった。友達になるか？これでポケパークのクラブはみんなお前の友達だぞ。いや、ありがとう。さっき追いかけっこしてる時に別のクラブぶっ飛ばしちゃったけど大丈夫かな。とりあえず目に見えてるポケモンとは友達になりたい。玉ざらしだっけこれ。なんて名前だったっけな。あった。いやあ、アイスゾーンへようこそ。エンペルトさんのアトラクションスノースライダーおすすめだけど、最近おスノースライダーが一番面白いんだから。よし、追いかけっこしよう。やっぱね、新ゾーンに来た時はやっぱいろんなポケモンとまずは友達になる。それでちょっと顔を広げる。水頃さんとはもう前回友達になったよね。水頃さん、このビーチゾーンじゃなくてアイスゾーンにまで幅を広げてる。なんだね、雨ざらしさん。玉ざらしさん、僕にね、僕が陰をつけるコースをね、あなた逃げてしまったらもうあなた負けですよ。よし、オッケー。みんな友達になれる。あ、ペラップさんだ。ペラップさん、ペラプさん、どこにでもいんな。ありがとう、ペラプさん。さあ、ダブラスから聞いただろ。エンペルトに会いに、アイスゾーンの真ん中の坂を登って、門番の井上のところに行ってこいよ。はい、ありがとう。地味に確かにマップでどっちの道行ったらいいのかなって思ってました。ありがとう。これね、心を鍛えたい方大歓迎ということで。よし、早速、渡ってくぞ。ピッ。さあ、ということで、直通でここまで来たけど、井上さん、門番だ。見かけない子だね。うん、エンペルトさんならこの門の向こうにいるよん。だけどエンペルトさんが凍らせちゃって門が開かないんだ。そもそも力持ちのマンムーなら開けられると思うんだけど、マンムーはエンペルトさんと喧嘩してて湖の向こうで氷漬けにされ、氷漬けどういうことなの。湖は3つに分かれてた道の一番右の坂を降りるとあるよ。道、こっちから見て一番右で合ってるよね。じゃあこっち行くよ。マンムー、なんで、マンムー氷付き、なんかポケモン飛んでんな。なにこのポケモン。ムクバードだ。
気になる噂を聞いたぞ。マグマゾーンのポケモンたちがこのゾーンやグリーゾーンを自分たちのものにしようとしている。ただの噂だとは思うが、それはそれとして俺とバトルどうだ。ありがとうございます。いいですか。マジか、マグマゾーンのやつらそんなこと企んでたのか、俺たちの知らない間に。お前大丈夫か。そんな一発目10万ボルト叩き込もうとしたけど、すぐに上飛んでっちゃいました。飛ぶのずるいって。ブレイブバードだ、ブレイブバードずるい。よしよしよし。ただこっちも体当たりで、復帰直後体当たり押しますよ。いけー。背後からの10万ボルトは一番熱いからね。あい、ムーム、大したやつだ。よし、友達になっちゃうよ。いろんなポケモンと友達になるのがね、僕のね、夢でしたから。はい。じゃあ、ここの右の坂下りますか。そうすると、マンムーさんが氷漬けになってるって言ったけど、あ、でもなんかここに中間ポイントみたいなのあんね。ここが湖でもなさ。ん？どうなってんだ？あ、なんか、ヒメグマが喋りたそうにしてる。どうした？ヒメ。ほら、見える。あ、あれか！あれか！見えます。この湖の向こうでマンムーさんが固まってるの。え？君がマンムーさんを助けてくれるの？湖が凍ってたらきっとあっちまで歩いていけるよ。もう確かに。雪目の子なら湖を凍らせられるんじゃないかな。雪目の子。いや、鬼氷やんけ。鬼氷ちゃうのよ、俺欲しいの。雪目の子なんだけど。鬼氷話しかけろってこと？ちょ、待って、一旦じゃあ姫熊さんにも話しかけていいですか？お父さんとリングマ鬼氷と友達なんだ。ねえねえ、クイズ。あ、クイズ！久しぶりに。いいですよ。やりましょう。最初の問題よ。アイスゾーンといえば、暑い、寒い、ジメジメ。寒いでしょ。ジメジメってなんだよ。日本の西側か。日本ってね、太平洋側、夏ジメジメって言いますからね。二つ目の問題よ。ラプラスさんは海を渡るとき、僕らにどこに乗せる？あ、背中、頭、尻尾。これ背中ですよ。ラプラスさん乗ってきてんだから、バッチリだよ。三つ目の問題よ。はい。アイスゾーンの真ん中の坂道を登ると何がある？門でしょう。ほら、そりゃ、よいしょ。なんか、ポケパーク Wii のクイズ簡単だな。でも、よければ僕の兄弟たちとも遊んでね。はい、ありがとう。ポケパーク2のクイズなんかもっと難しいのあったのに。Wii のクイズめっちゃ簡単じゃねえかよ。で、鬼氷来た。雪目の子。どこ、鬼氷って雪目の子と仲いい。ん？なんだ？どうしたのかって？雪目の子がいなくなっちまったんだ。俺とは一緒にいられないっていきなり出したのさ。倦怠期みたいな。なあ、雪目の子をびっくりさせたいんだ。氷の家を作るのを手伝ってくれないか。氷の家？お前には氷のブロックを持ってきてほしいんだ。俺も結構集めたんだが、まだ少しだけ足りない。お前の近くに落ちてないか、持ってきてくれ。どう、ああ雪箱に入ってるんだろうな。これは何、これは氷のブロックか。あ、これ氷のブロックだ。絶対これ氷のブロック。氷の家作っちゃおうぜ、鬼氷さん。サプライズでびっくりさせちゃおう。おお、助かった。ありがとう。すぐそこやで。お、見つかっただろ、お前もちょっと剥がせば。え？え？本当に？そんな一瞬で作れるもんなの？いや、すご。ほぼ鬼氷やん。俺の氷のブロックどこに役立てた？続きを作るのに氷のブロックが必要。あ、まだ完成じゃないのね。あと二つね。オッケーオッケー。順々に持て。ボコリザルがバトルに来た？超えて。こういうね、ブロックを運んでるね、何も生まれない、こういうブロック運んでる時間のピカチュウ、一番可愛いんだからみんな。気づく？この後ろ姿。ほら。一番可愛いじゃん、この何も生まれない氷のブロック運んでる時間。よし、どうぞ。鬼。おお、世話になるぞ。これで続きに取り掛かれるぞ。一つずつね、ランクアップさせていこう。あの時のビッパさんと一緒だ、パート3の時の。おお、2軒目。3軒作ろうとしてる？はい、このブロックあと一つね。いや、なんか一つずつ出てくるな。リングマ、この時代のリングマはガチグマになんないからね。じゃあこれで氷の家完成させて、雪目の子さんびっくりさせちゃおう大作戦。おお、素晴らしいな。これで作り終わるぞ。オッケー。わー、オクタンとかと友達になりたいな。よし、いけい。おーい、鬼ごり震えすぎ。大丈夫、寒い？よし、できたぞ。立派な氷の家だ。お前が手伝ってくれたおかげだな。実はさっきキャモメからリフトの下で雪目の子を見たという噂を聞いたんだ。リフト？何リフトって。雪目の子がいたら帰るように言ってくれ。リフトって何？リフトなんてないぜ。
わかんねえ。一旦オクタンとリングマとかと友達になりたい。オクタン。オクタン、気合の鉢巻き巻いてないか大丈夫かな。心惹かれてみんなで遊びに来た。そういえばお前知ってるか、例えば俺と友達になったらポケバークのオクタン全部と友達。知ってます、知ってます。みんなわざわざ言う、そう言って言ってくれるんだから。この全員はピーメグマ全員だよっつって言ってくれるんだから。よし、せっかくだバトルしないか。ありがとう。このビーチゾーン、アイスゾーンあたり水タイプ多いからピカチュウ勝ちやすい。すごいっすな、すんごいビヨンビヨン行くな君。よいしょ、しっかりオクタン砲は避けて10万ボルト浴びせに行くと、このね追撃、このね追撃味があるんですよ。10万ボルト当てた後に体当たりするとめっちゃ追撃みたいになる。これ当ててビョーン当てるとめっちゃ追撃になるんですよ。これ最近編み出した技。一気に 1.5 ゲージ削れるから、これやると。よし、お前と友達もできたし、ここにいるとするかな。やったー。すいません、僕多分すぐ帰ります。はい、あ、リングマもいるね。リングマ怖っ。ドンドンドン言ってるけど。俺はケイブゾーンの温泉に入りたいって言ったのに、ヒメグマがどうしても雪で遊びたいってさ。寒くてかなわないが、鬼氷の氷の家で温まらせてもらってるんだ。持つべきものは友達だな。お前なんか優しいな。こういうポケパークやることによってさ、ポケモンのへの愛情がやっぱ増すよね、本当に。ポケモンやっぱいろいろやってきたけど、こういうスピンオフみたいな。こう神ゲー、痛い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 。ビョーンやって、ビョーンやったろら。怖い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 。でも体当たりは10万ボルトの後に体当たりするのが一番いいんですよ。そうするとここまで削れる。でこの体当たりか突進か避けて10万ボルトを後ろから不意打ちでかましていくと、俺もしびれるねこの熱い戦い。ふん、なかなかやるな。何かあったら呼べ、力になってやる。姫があったらクマグマ、いや違う、暇があったら姫グマとも遊んでやってくれよね。ありがとうございます。すいません、はい、もう友達ですよ姫グマちゃんとは。じゃあリフトってどこか探しに行くか。とりあえずあっち側、反対側かな。見てないもんねリフトなんて。雪目の子さん、そら困ってるポケモンを助けるのがここに来た一筋の光、ピカチュウの役目なんだから。あ、キルリアいるね。キルリアにムックルに、あ、リフトだ。そしてポッタイ氏が話したそうにしてる。ちょ待って、キルリアさん気になるな。その前に何してんの。この氷の木を飾りつけたらきっと綺麗になるね。誰か飾りつけてくれないかな。飾りつけるってなんだ、お前が飾りつけるってこと。デリバード、デリバード来ちゃったよ。あ、だだだだだだ、お前飾りつけてやれよ氷の木。玉ざらしと友達なんだね。プレゼントあげよう。君の魅力が玉のように輝きますように。何、さあそれを持って氷の木を調べてこ。え、早いって。うわー、プレゼントだ。やっぱデリバードありがとう。ちゃんと感謝伝えるよ。ありがとうデリバード。デリバードめっちゃ弱いけど、こういう時いいやつなんだな。デリバード、お、キルリア、持ってきたぞ。デリバードが飾りをプレゼントしてるみたい。プレゼントをもらったら氷の木を調べるといいよ。氷の木を調べるのね。プレゼントだ。え？これ何？うわー！かわいい。飾りつけられてく。うわー！ゼニガメ来たー！ゼニガメなんか色薄くね？こんな色だった？ゼニガメー。ちょっとゼニガメ、ビーチゾーンのギャルドス東大路、君が仲直りさせたんだってね。そう、もうやばい、ポケパック中に俺のじ、あの俺の名が広まってきてるのかもしれない。よし、早速始める。早速バトルだな。ゼニガメ、よく俺にバトル挑んできたな。こっちからピカチュウぞ。そい、水鉄砲避ける。水鉄砲の10万ボルト打ち合おうぜ。お互いに打ち合ったらお互いそうなるよな。そうだよな、打ち合ったらそうなるよな。じゃあ体当たり、え、ブブブブブブブ、ゼニガメに一番俺ダメージを負わされられてるかもしれない、ビーチゾーンで。よーし、やっぱり強いんだね、友達になろうよ。よし、いいぞ。このアイスゾーンでも着々と友達が増えてきている。よし、じゃあちょっととりあえずエンペルトさんに話しに行くか。僕はエンペルトさんから頼まれてこのリフトを守ってるんだ。君なんか乗せられないね。なんだい、どうしてもリフトに乗れたようだね。そう、ちょ、雪目の子さんが。やれやれ、仕方ないな。バトルで勝負しよう。あ、そういうことね。いいじゃねえか。自分より強かったら安心して乗せられるってことね。てかさ、トップの長がさ、なんか、心ね、病んじゃって引きこもっちゃってもさ、こうやって忠実に守ってくれる部下がいるって、お前愛されてるよ、エンペルト。何してんの、エンペルト。お前にぶつけてやるよ、俺の怒りを。こんな、至近距離10万ボルトやぞ。で、これ避けれないこともある。避けれないこともあるが、この
10万ボルトからの体当たりの連続攻撃でエンペルトさんをぶっ飛ばしていく。油断したよ。オッケー。そうでなければ僕が負けるわけないんだ。でも約束は約束。リフトを貸すよ。君の笑顔。え？はい、笑顔。誰かのそんなに嬉しそうな顔、ずいぶん久しぶりに見た気がする。いいこと言うな。リフト乗りたかったです。違う？じゃあどうして？はい、すいません。違うよ。僕と遊ぶのが、はい、楽しかったです。やっぱり僕の負けだ。なんかぽったいさん、私的なこと言うな。ぽったいし、イケメンすぎる。ぽったいし好きになっちゃった。なんだい？リフトを動かしたければ、そこのスイッチにダッシュでぶつかりたまえ。そうし、行くぜ。じゃあリフトは動かすためにスイッチ、ここか。ダッシュで、おれ！いや、どういう原理？そっち側からぶつかってそっち側にリフト動くことないだろう。あ、すぐポッチャマの胸の柄だ。じゃあリフト乗っちゃいます。あやばいやばい、乗り損ねた。いやいや、乗りましょう。おお、こういうのって乗るの怖いよね。機械音でか、なんかリフトの音で乗ったら雪目の子いました。雪目の子しかいない。あ、ヌオー、ヌオーじゃん。こんなとこにいんの。遊んでたらお腹すいちゃった。君、大きな君の実は持ってないな。多分ここら辺に大きな木の実置いてないかな。普通の木の実か、これ。あっち側にもあるよね。大きな木の実ってね、なんか出てくる。あ、出てきた。よしよし、ヌオあげるよ。ヌオ、おい、ヌオ持ってきたよ、大きな木の実。大きな木の実だ。くれるって、ありがとう。友達になろうよ。やったー。ヌオ人気だからね。ヌオ手長くね。ヌオこんな手長かったっけ。なんか俺のあれか、記憶違いかな、わかんないけど。雪目の子さん、鬼氷さんの元に戻ってやんなよ。雪目のさん、美しいな顔。え、鬼氷が氷の家を作ったから見せたいって。あら、鬼氷ったら、ちょっとだけ見直したわ。鬼氷と雪目の子、あれなんだ、付き合ってんだ。あら、いいから帰ってやるですって。そうね、じゃあ私とのバトルに君、なんで俺にかかってんじゃん、鬼氷さんの思い。負けるわけいかねえな。負けるわけにゃいかないぜ。でも言葉の即興足りてないぜ。よいしょ。うわー、すごい氷の粒てだ。ただこの遠くまで届く10万ボルトからの体当たりコンボは雪目の子さんでも免れない。前でジャンプで避けて至近距離10万ボルトからの体当たり、これが最強戦法なんすわ。負けちゃったわ。君なかなか強いのね。鬼ごりのところへ戻れて。分かったわよ。そんな一生懸命に言わなくても、そろそろ帰ろうかなって思ってたの。あ、よかった。雪目の子さんが、あれだね。ピカチュウさんが恋のピキュピとなったね。これは何かのつながりね。友達になりましょう。はい、友達ね。そういえば、ここまで来たってことは、ポッタイ氏とのバトルに勝ったのね。ポッタイ氏は悔しがって、今頃修行をしてるんじゃないかしら。オッケー。よし、これで鬼ごりさんのところに戻って、サプライズやって、やればいいってことね。お、ムチュールいんじゃん。ムチュール、ムチュールとかめっちゃ影薄ない。ムチュールとか俺見たことないんだけど、最新作とかで。スカーレット・バイオレットとかにムチュールいないんじゃない。めっちゃ久しぶりに見たこの感じ。よし、行くぞ。ベイビーポケモンだからね、手加減してやんないと。ほら、怖い。ベイビーポケモンだからね、手加減してやれ。さあ、体当たりもしないよ、体当たりもしないよ。起き上がった瞬間には舐めすぎてました、すいません。ういー、ムチュールさんの体当たりゲージ3分の1しか削れてないやん。強いね、友達になろうよ。ありがとう。じゃあデリバードさんにいろいろとデリデリゼニガメとあ、だからやっぱ友達が増えてたらあれなんだ、氷の木にいろいろプレゼントを仕掛けられるんだ。ゼニガメとも友達だから、これ氷の木完成できんじゃない。俺結構友達になってるはずだよ。おお、いろいろ飾りつけて、でこう飾りつけていくと新しくニューラじゃん。いろんなポケモンが出てくるってこと。よいしょ。ムチュールと友達なんだね。プレゼントあげよう。よっしゃ。ムチュールになれるものが見つかりますようにって何。あ、これで終わり？君の毎日にワクワクが溢れることを願ってるよ。なんかもう本当に俺ゲームに泣かせられるんだけど。デリバードに泣かせられるわ、普通に。これで氷の木完成。氷の木作っちゃうよん。うわー、
これは素晴らしい。なんで最後の木見に来るやつはいないんだよ。寂しいって。ニュール?ニュールじゃねえ。ニューラどこ?よーし、来たー。お、雪目の子さんどう?あ、なんか笑ってない?雪目の子さん。微笑んでなかった?今、ちょっと地味に。湖を凍らせてほしいって?おい、もうすぐその話かい。はい。早速簡単よ。早速始めましょう。別に、オリンホーリーもお前できるだろう。ちょっと頑張れば。凍らせたいのはこの湖ね。始めるわよ。美しいって。美しいって。雪目の子さん。うわーすごい。ちょっと、ひびみたいなの入ってない?ちょっと怖いんすけど。もうちょっとちゃんと凍らせてくれません?ビガ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 ー何や、何やで。さあ、これでマンムーのところ行けるわ。え、氷漬けのマンムーをどうやって助けるかって確かに。こういう時は当たって砕けろ。そういうことな。よし、オッケー。マンムーさんごとバラバラになったりしないよね。普通にトラウマになるよ、それ。ちょ、鬼ゴリさんどうだった?俺の頑張りで。よう、世話になったな。雪目の子の吹雪、すごかっただろう?バトルでもするか?あ、いいですか?鬼ゴリさんとも。鬼ゴリさん、ちょっと強いからな。ちょっと、鬼ゴリさんね、あれだからね、身代わりで村っ気で能力上げてきたりするから、一旦ちょっと、早めに対処するにね、鬼ゴリは、一旦対処、早めに対処にね、部がある。ちょ、危ないなー!同じような技ばっか打ってきやがって。ビョンビョンやるよ?で、これ避ける。で、ビョーン!オッケー。すごい。横揺れがすごいんだから、鬼ゴーリ。ビュン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 なんて。オッケー。お前、強いな。リングマにも勝てるんじゃないか。リングマも勝ったんだよ。もうリングマに勝ってるから。俺はこう見て滑るのは得意なんだ。あー、エンペルトのドクションお前だ、じゃあ。鬼ゴーリよろしく頼むぜ。あ、マンキーじゃねえ、怒り猿もいるわ。おお、大丈夫か大丈夫か、なんで、なになに、どうした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 、追いかけっこ始まってる、追いかけっこ始まってるって。な、怒ってる、おい大丈夫か、怒りされたリングマン。おい、おい、手出すなよ、手出すなよ。手は出さないな。あれ、ど、なんなんそれは、なんなんだそれは。怒りざる、怒ってるとこ悪いか。いや、すごいすごいすごい、俺が話しかけなかったらリングマン、お前、冬疲れてたぞ。ふん。ふんってなんだよ、お前。おい。お前、頭冷やせよ。おい。おれー!ダブル10万ボルトへ。おい。お前ら頭冷やせ。私のおとりじゃ。おい、どうだ?ふんやめて。で、ずっとリングマ突進してきてんな。リングマやめて、リングマ!ほら、お前、もう怒りたると友達になりたいだけなんだけど。よし、ここな。ここ渡って。マンムーさんと自分の強さをお互い信じて当たって砕けろだな。よし、行くぞ。ほんとだ、マンムーさんの突き場みたいなのがある。行けー。お、砕けたけど。おー、色が戻った。え、目は大丈夫、死んでない。あー、開いた。おー、よかったー。これが一番いいんだから。怖かった。やったー、マンムー復活。はっはっは、助かったぞ。ありがとうな。何、エンペルトが門を凍らせて閉じこもってる。よし、俺に任せろ。あんなもん体当たりすれば一発さ。ありがとう。え、やってくれるんすか。お、おい、すげえ。エンペルトはこの先にいるぞ、しっかりな。オッケー。ん、俺を氷漬けにしたエンペルト怒ってないかって。はっは、見くびってもらっちゃ困る。俺には俺の、エンペルトにはエンペルトの、それぞれの考えがある。それだけのことさ。お前、大人だな。そこら辺の日本人より大人だぞ、それ。挑む、ありがとう。君のおかげで助かったよ。よし、行くぞ。君ならエンペルトさんの気持ちを救ってくれる気がする。ん?バトル、あ、イノムーさんとも同時になれるんですか?いいね。エンペルトさんは、やっぱまだ閉じこもってるだけなんよ。お前、近いな、スタート地点。ビョーンやるぞ。普通に近すぎて。で、回復したら、10万ボルトからの、突進も会えると。で、これ全部バーン避けて、いててててててて、ちょっと近すぎた。体当たり。こういうこと、みんなわかる?エンペルトさんの、やっぱ、あれを解放しようとしてる分、自分が強くないと。そう、自分が強くないとね、友達を救うことなんてできないから。よし。あ、マンムーさんとも力比べね。確かに。
ちょっと、マンムーさん怖えな。マンムーさんは怖えから後でやるわ。よし。マンムーさんいる？もしかして。いないか。よし。エンペルト、門の先に行くぞ。何が待ち受けてるんだ。